八条院高倉が出家して獣した、北家寺再建の本堂八条院、高倉頃から1248年以後1251年以前は、鎌倉時代初期の女流家人、新三十六河川及び、女房三十六河川の一人、藤原南家邸継流、藤原道則の,の孫で、あぐい法院長兼の娘。出生については、 二位階恵みと同じく二条天皇中宮のであった高松院に長剣が密通して生まれたことが近年明らかにされた。1176年の高松院旧市は高倉誕生に伴うものであった可能性がある。藤原春勢に預けられる形で高松院の姉である八条院に出資、後鳥羽院下段で活躍する。新古今和歌集以降の直線集。 歌合わせ等に作品を残している。八条院の死に伴い出家、奈良北家寺に入り空女と合した。1237年、里市館法院館人七十首のため営審した歌に、法院各館読ませ、歌詞づける七十首歌の中に八条院、高倉美はかくて六十の春を過ごしきぬ年の思わむ、思い出もなし、俗州岩歌集巻第七雑春歌とあることから、 1237年頃に60歳過ぎと、わかる。ホッケで、仏舎利を誤示しつつ、晩年を送り、ここで生涯を終えた。ホッケの二となった高倉は、当時の仏舎利一粒を所持していた。東初大寺に参同した折、舎利の心眼を試したいと鉄槌で舎利を打ったところ、五打に、してみじんに砕けたがその破片の一つ一つから光明を、発する気遂を見た。 高倉は疑念を抱いたことを悔い、シャリの破片を集めて、以前に増して、強敬供養したという。ありがとうございます。